これは武装中学生と呼ばれた少年少女たちの知られざる過去の物語。じいちゃんが死んで知ったこと。2024年正月。ラトシ、ちょっと走りに行くか。うん、行く。でもテレビ終わるまで待って、あと15分くらい。失格だ。一生見てろ。厳しいよ、お父さん。即時対応が基本だ。じゃあな。それ録画でしょ？いつでも見れるじゃないの。そうだけどさ、でもちょっとくらい待ってくれてもいいのにな。お父さんは今週末には基地に戻っちゃうの。いい？それまではお父さん最優先。わかった。うん、そうする。ねえ母さん、父さん春から名古屋なんだって？名古屋の隣、春日石ってところ。単身赴任、ご苦労さんですな。どういう意味？意味って、別に深い意味はないよ。ただ大変だなって思っただけ。優しさが全然感じられなかったんだけど。そんなこと言われたって。ねえ、どうしてお父さん今も単身赴任なのかわかる？え、じいちゃんが倒れちゃったからだろ。じいちゃんがここがいいって言うんだから仕方ないよね。それだけじゃないんだけどな。なんだよ。はーい。今日はやたらブザーが鳴るね。じいちゃんボケたかな。サトシ、冗談だよ。おじいちゃん、おじいちゃん。ただいま。誰もいないよ。家に行ったんだ。変なの。さあ準備を始めよう。父さんは母さんの荷物を揃える。サトシはおじいちゃんのを頼むぞ。うん。バッグはどれを使えばいいのかな。デパートの紙袋でいいんじゃない。さあそれでは早速行ってみましょう。どうしてテレビをつけるんだ。別にいいでしょ。はい、どうも。そっか。俺は不機嫌になった父さんと手分けして、じいちゃんの入院と付き添う母さんの荷物を準備した。ああ、俺だ。そうか、わかった、すぐに行く。何？容体が急変したそうだ。病院に到着した時、母さんがベッドにすがりついてじいちゃんを呼んでいた。お父さん！おじいちゃんじゃなくてお父さんと呼んでいた。変な感じだった。先生がお二人も呼びかけてくださいと言った。お父さん、お父さん頑張って。サトシ、ほらお前も。お父さん目を開けて。お父さん一緒に歌いましょう。父さんがいきなり陸上自衛隊のこの国はという歌を歌い出した。先生や看護師さんがいて恥ずかしかった。廊下にも聞こえちゃうと思ってなんかダメだった。そして、驚くほど立派な葬式だった。自衛隊の制服を着た人が大勢集まった。俺は何度も挨拶させられて、あれこれ手伝わされて、少しだけ腹を立てていた。だから全部終わって、家に帰った時は本当にほっとした。ただいま。ただいま。はあ、寝転がりて。お父さん、何もかも手配してくれてありがとう。おかげでいいお葬式になった。そんなこと。それより母さん、少し横になった方がいい。うん、後でね。それからサトシ、サトシもいろいろありがとう。大変だったでしょ。結構ね。ねえ母さん、俺じいちゃんと約束してたことがあるんだけど、冬休みのうちに引っ越してもいい？引っ越し？うん、2階からじいちゃんの部屋に引っ越すんだ。
逃亡中に入るまでしか使わないけど、一応さ、物を運んで部屋の権利だけは確保しておかないとね。サトシ。何？そんな約束いつしたんだ？秋くらいだよ。おじいちゃんがいなくなったら部屋を使う、そういう約束か？うん、そんな感じかな。おじいちゃん、サトシが自衛官になるまでは生きると約束したって言ってたぞ。うん、したした。でもその後何日かして、この部屋いいなって言ったら、だったらお前が使えって。なんて答えたんだ？だから約束だよって。他に思いつかなかったのか？うん。今でもか？そんなこと言うなよ。長生きしてよって言えばよかったってこと？俺がそう言わなかったからじいちゃんが死んじゃったってこと？サトシ、それは違うよ。おじいちゃんが亡くなったのは誰の責任でもない。でもね、もう少し優しくなってほしいんだ。お父さんが言いたいのはそういうことだよ。陸王くんとのことを春彦くんから聞いたけど、あれも同じ。その話まで？する？でも何を言われたってこんな性格だもん。仕方ないじゃないか。自衛官には向かない性格だな。なんだよ今さら。喜んでたじゃないか。そりゃ嬉しいさ。息子が自分の仕事を認めてくれているなんて、こんな嬉しいことはない。でも不安は不安だ。口を開く前に想像してみないか？人の気持ちを想像してみろ。性格は変わらないかもしれないけど、生活の習慣として想像することを身につけることはできる。お前はバカだと言われてるみたいで腹が立った。でも逃亡中に入って最初の連休に帰った時。ただいま。お帰りなさい。あれ、制服で帰ってきたの？だってこれか訓練服しかないよ。かっこいいじゃない。ね、おじいちゃんに見せてあげてよ。ほら、お仏壇の前に立ってん。あ、そういうことか。びっくりさせるなよ。そして俺は母さんに言われた通り仏壇の前に立った。じいちゃんの厳しい顔の写真があった。ねえ母さん、なんでこんな写真？だっておじいちゃんそういう人だったからね。嘘、いつもニコニコしてただろ。そりゃサトシはたった一人の孫だもの。俺は母さんが心配するくらい長く仏壇の前に立っていた。そして泣いた。俺はじいちゃん、両親、そして友達、みんなに甘えていた。笑顔の奥にどんな気持ちがあるのかなんて考えたことがなかった。謝りたいと思った。でももう会えない。そう思ったら泣けて仕方がなかった。どうした、何かあったか？父さん、俺父さんやじいちゃんみたいな自衛官になるから。そうか。優しい自衛官。自衛官である前に人としてそういうことを言いたかった。わかる、すっごくわかる。待ってるぞ。でもそう簡単じゃないよな。今でも寝る前に気づいて後悔するようなことはたくさんたくさんあってさ、ガキって言われても仕方ないかも。オーディオドラマ武装中学生サトシ編第2話、おじいちゃんが残してくれたもの。声の出演、吉野サトシ、古川誠、吉野保、戸近光一、吉野里奈、
ドドアサコ。ナレーション宮林康。スタッフ脚本野島和重。音楽河合健二、河合秀弘。効果中野克弘。調整内田誠。演出亀山俊樹でお送りしました。次回もお楽しみに。